世紀ぶりの軍民政権が発足しました。与党の国民民主連盟の党首アウン・サン・スー・チー氏は外相など4つの閣僚を兼務し事実上政権を統率します。今日の注目は山川さん、この物流業界で大きな資本業務提携、あの日立物流と佐川ですよね、はい、まあ、これは両党も大手同士ですね、うん、ここが、まあ、お互い、まあ、株を、まあ、持ち合うような形なんですが、はい、あまり今のところ語られてないんですけどね、うん、これは実は背中を押したのは日本郵政なんですよ、うん、で日本郵政が実はこの日立物流と佐川それぞれ、M&A を考えてた時期があるんです、うん、日本郵政、まあ、上場するのに伴って特に郵便物流事業ですね、はい、ここの成長戦略を描かなきゃいけないということで、うん、かなり考えていて、でその中で特に日立物流に対してはですね、首脳がこの、まあ、株を持っている親会社の日立の首脳に対して実際買収提案してるんですよ、うん、でその時は日立物流嫌がったんです、はい、まあ、郵政の参加になるってことに対してですね、うん、で、まあ、業務的にも日立物流と佐賀って近くて、まあ、日立物流の小口のこう配送などかなり佐賀を受け負っている状況ですから、この2社が、まあ、今回資本業務提携するっていうのは当然まあ発表の中にあるようにシナジー効果を出そうっていうのもありますけども、はい、もう一つの真相っていうのが防衛的な意味合いです。防衛、いや両方ともつまりそうやって郵政が再編しようというような動きがあった両社ですから、はいはい、そういう意味ではその両者がこうやって形で結びつくということで、まあ、防衛的な、ね、意味合いを持っているというのが、まあ、真相だと思いますね、これからね物流業界っていうのは、まあ、人手不足っていうのはありますし、うんうん、それから、まあ、国内では、縮小をやっぱしていきますからね、はい、そういう意味では、もっともっと起きる、うん、まあ、これが幕開けみたいなところかもしれないですね。では続いては日経電子版から注目の記事です。坂本さんお願いします。はい、記者の目からですね、大人のソフトバンクはおとなしいという記事を選んでみました。これ1年半ソフトバンクを担当していた記者の、まあ、率直な感想なんですけれども、まあ、孫正義社長の発言にしてもですね、ビジネスのやり方にしても最近から随分ソフトバンク業績が良くなってきたということですね、うん、まあ、もっと野心的で挑戦心にあふれるソフトバンクらしさを取り戻してほしいと、まあ、投資家もそれを期待しているという内容です。大人のソフトバンクというのはですね、まあ、孫正義社長最近の口癖なんですね、はい、こう政府主導で携帯電話引き下げをめぐる騒動なんかについて聞かれてもですね、まあ、かつてのようにこう反論したりするですね、まあ、大人のソフトバンクですからとぐっと言葉を飲み込む場面が増えているそうなんです、うん、まあ、国内の携帯電話ビジネスでもですね、この、まあ、かつて格安料金プランでこう業界をかき回したようですね、こういう構成が鳴りを潜めてですね、まあ、最近はどちらかというと守りに入っていると。まあ、それから海外投資にしてもですね、まあ、ソフトバンクにしてはちょっと小粒な案件が多くてですね、あっと驚くような案件今最近はありません、うん、2012年にアメリカの携帯電話会社スプリントを買収して以来ですね、はい、まあ、最大の投資は実は2月に発表した自社株買いなんですね、1年間で最大5000億円という、まあ、額の大きさ話題を集めたんですけれども、はい、これ裏返すとですね、他にいいお金の使い道がないので、まあ、事前の策を取っているという、まあ、寂しい感じです。ソフトバンクの株価は割り値、5436円と、まあ、昨年の高値からですね、3割安い水準で低迷していますね、うん、まあ、株式市場が夢を持てるストーリーがないことを、まあ、反映しているんじゃないでしょうか。ずっと大きな花火を打ち続けるっていうのはこれも難しいですよね、金融経営で。そうですね、まあ、ただやっぱりソフトバンクっていうのはもともとそういう会社なので、はい、やっぱりそこはやっぱりこうあっと驚くようなです、ね、夢をやっぱり与えてほしいというのが、やっぱりソフトバンクファンの願いなんじゃないでしょうか、ね、はい、はい、わかりました。坂本さんどうもありがとうございました。ではこの後はマイナス金利をの是非をめぐるエコノミストの議論を読み解きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Windows 10対応、奉行10新登場。マイナンバー、ストレスチェックなど企業が直面する制度改正に対応、アシスト機能と業務 SNS の採用で人と業務をつなぎ情報活用、生産性が向上。さらに社内サーバーとクラウドのデュアル対応、自動アップデートで常に最新環境に。全く新しいソリューションへと進化しました。 OEC の
勘定奉行にお任せあれ。マイナンバーもお任せください。私は北川の金属素経済、自動車部品の開発でものづくりを未来する。私は北川のデザインチャック、世界が認める精密さでものづくりを未来する。私は北川のビルマン、ビルや橋の建設現場でものづくりを未来する。金属素経済、工作機器、産業機械でものづくりを未来する。私たちは北川です。うまい魚入ったよ。あなたのそばでもう始まっている。ワイングラスで大吟醸、白鶴大吟醸。人生を作っている。柳瀬、では深読みプラスです。日本で初めてマイナス金利が導入されてから1ヶ月が経ちました。今日はその是非について日本経済新聞の滝田陽一編集員に聞きます。滝田さん、こんばんは。こんばんは。滝田さんは先日マイナス金利政策の是非を議論するセミナーでモデレーターを務めたそうですね。はい、今週月曜日に、日本経済研究センターが主催しました緊急討論が行われました。はい、そこに参加したのは、マイナス金利政策に賛成派の早稲田大学の若田部正文教授、はい、反対派の方は BNP パリバ証券チーフエコノミストの河野雄太郎氏です。このお二人は日本を代表するエコノミストと言っていいと思うんですけれども、マイナス金利政策について賛成反対の立場から議論を戦わせたわけです。はい、その議論の中で滝田さんは何に注目されましたか。はい、まずは賛成派の若田部教授です。そのご意見をお聞きください。はい、よくアベノミクスは失敗したっていうふうに言う人が多いんですけども、雇用は良くなって消費は悪くて、そしても物価ある程度上昇したということからすると、完全に失敗したというのはですね、これはちょっと間違いだ。マイナス金利政策というのはその金融政策をさらにこう1段階進化させたものなので、私としてはこれが評価できる。実質金利を下げるというのが目的なので、それがちゃんと下がっていないとマイナス金利政策だけをやっても、それ自体があんまり効果がなかったということになりかねません。今起きているのは予想インフレ率が同時にこう低下しているというようなことですね。でここはちょっと優しいというふうに考えています。若田部さんは実質金利を下げることが目的だとおっしゃいましたが、これはどういう意味でしょう。はい、キーワードは今おっしゃったように実質金利です。実質金利というのは普段取引されている名目金利から予想インフレ率、つまり物価の上昇率を差し引いた値のことを言います。この実質金利を下げることによって消費や投資を促そうとしたのが黒田日銀総裁のマイナス金利政策ということができると思います。しかしながら今出てきました名目金利から差し引くところの予想インフレ率がこのところ景気の足踏みや国際金融市場の動揺といったことでむしろ弱含みになっているんですね。ここが問題なんです。従いまして実質金利が結果的に下がりにくくなっているというわけです。
こうした状況を放置するわけにはいかないということで、名目金利をマイナスに下げる政策に打って出たというのがポイントになると思います。一方の河野さんですが、このマイナス金利政策には反対ですね。はい。